私はあのフルーツについてあの調べてみました。でこれなぜ取り入れたかというと、あ、そうしましたね。リンがサニマリンでスランズをやってシード、ピール、その食べれるのか食べれないのか、そうですね、皮が食べれるのか、じゃあ、中に入ってる種も食べられるのか、でもし食べれないものもあるのかどれかをやってた時に、あの最初リンゴとかから始まって、でドリンの、ペーパーを渡された時に、南国のフルーツがいっぱい載ってたんですね。そうで、やっぱり知らない、ね、一緒に調べながら、マンゴーってこういうのだよっていうのをやりながらやってたんだけど、やっぱりなんとなくピンとこない。実はあれシンガポールの教材なんです。あ、そうなんですね。そう、あ、知らなかった。やってきてくださいって言われて、で2人で調べて、ああそうなんだこうなんだっていうのを見てて、あ、そしたらやっぱりシンガポールに行くんであれば、あの実際に触って食べて、見て触って食べてをした方がいいのかなと思って、あの取り上げてみました。はい、で最初あのシンガポール行ったことがないので、いろいろ概要を調べてみたら、とっても多宗教多民族、いろんな言語が飛び交っていて、今もあの最初、チリは日本でいうと今23区ぐらいだって言われたんですけど、昔はあの淡路島ぐらいだったらしいんです。それがなんか埋め立てでどん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 大きくなって、今も成長してる、少しずつ大きくなってるんで、はい、で大体もう23区よりかはもう大きくなってるっていう、はい、23区より大きくなってるそうです。遷都した時に見たあそこが埋め立て地がまさに広げてるらしいですね。あ、そうなんです。はい、あれが、はい、で日本と同じように、あ、日本は四季があるんですが、こちらでは四季がなくて、まあ、雨季があるくらいで、日本とはちょっと異なった、気候を持っている。でその点を焦点に当てて、あのレッスンプランというものを考えてみました。でまずやっぱり、シンガポールがどこにあるかわからなきゃいけないということで、まず事前情報で、じゃあどの辺にシンガポールがあるのかなっていうことをレッスン上に触れて、じゃあシンガポールの隣の国、シンガポールじゃあどういうあの旗を持ってるのかなって思ったのが、あのリンが娘がシンガポール行くことがすごく最初はちょっと行ったことないしちょっと怖い怖いと思ってたのが、なんかだんだん行くようになってて、シンガポールのフラッグってどういうのなのって聞いてきて、自分で調べ始めたんですよ。でそれで、ああ赤と白なんだ、でこんな形してるんだねみたいな形を自分で言い出したんで、あ、そういうところ入っていくのかなっていうところを見て、あ、じゃあそういう、シンガポールだけじゃなくてその近隣の、あの国が何があってどういう旗があるのかっていうのを調べていっても面白いのかなと思いました。で、あと、シンガポール自体その周りにいっぱい国があるんですけど、その国を調べていくと結局 ASEAN になるんですよね。で ASEANで、それをちっちゃい頃からこの国とこの国とこの国とこの国が近くにあるよっていうことを多分ずっと言っていけば、あの小学生やれや大きくなった時に、あ、これって ASEAN のことだったんだっていうのに結びついてくるのかなっていうことで、ちょっとあの位置を取り入れてみました。はい、で、あと世界地図ですね。私結構あの集めるのが趣味というか、はい、いろんなところに行っていろいろ、まあ、同じダブってるようなのもあるんですが、でいくつか持ってきて、いくつか忘れてきてしまったら、これはすいません、ちょっと印刷したものなんですが、これは本当にオーストラリアで売ってる、あの私のではないんですが、まあ、あのしまっといたらどっか行っちゃって、はい、アップサイダウンかなって思う感じですね。そう、アップサイダウンのこれスベニアとして売ってる、でもこれが普通みたいですね。で次にこれが、イタリアで買った時ですね。イタリアで買った時がすごくもうこんなでっかいのしかなくてこんなでっかいのやばいのにと思って、そしてヨーロッパの、ああ、ありがとうございます。こんな感じで日本はもうここ入ってるここら辺がもう中心になってくるかなって、こんな風になるんだでした。
した広げてみたら、あ、なんだ一緒なんだって、はい、すいません、頑張っておきましょう、こんな感じで、はい、であと日本ですね、日本のはやっぱり日本が中心になってて、まあ、いつものものですね、うん、で今日、本屋さんに行って見てきたんですが同じでした、日本のこの地図でした、ね、はい、であまりにもすごい高くてびっくりして買えませんでした、はい、本当になんかすごいもうしっかりした紙で、まあ、なんか教室とかに貼っておけるようなのが売ってたんですけど、ちょっと手が出なかったので、はい、まあ、同じだからいいかなということで、でこんな風に見比べても面白い、自分の中心、国の中心、あ、自分の国が埋まってるマップはどこが中心になってるのかなっていうのが見ても面白いのかなっていう風にやりました。であとシンガポールについては気候は全く日本と違うので、まあ、ずっと真夏の気候で、じゃあでシンガポールでどの辺に位置するのかなということで地球を、こんな風にですね、すいません、ちっちゃくて申し訳ないんですが、この辺に赤道があって、その赤道とそのもう一つ、赤道と北回帰線ですね、北回帰線と南回帰線、そう、赤道 と北回帰線と南回帰線の間が暑いところだよ、北回帰線とこの一番、北極圏ですね、北極圏のところが寒い地帯だよっていうと、ちっちゃい子には3つの段階で教えるそうみたいです、調べたら、暑いところ、暖かいところ、寒いところ、でこんなところでビトウィンを入れてる、ちょっと難しい言葉なんですけど、トロピカルゾーンとここですね、ことは、赤道と北回帰線、南回帰線の間が熱帯トロピカルゾーンで、北回帰線 と、北極圏のところですね、これが、テンプレートゾーン、で、北極圏ところですね、そこはポーラーゾーンっていうふうになってて、でそれをこの言葉ですね、ターゲットワードにして、それでエクスプレッションビトウィンなんとか A to B で教えていくのも面白いのかなって、ちょっと難しいんですけど、はい、そうね、なんかそこで興味を持って、あ、地球ってこんなになってるんだっていうのが興味を持ってもらったらいいなって思いました。でそこでじゃあシンガポールってじゃあ熱帯に属してるよねっていうことで、やっとにすいません、やっとシンガポールに入ります。でシンガポールではじゃあどういう植物、日本とはまあ違う植物いっぱいあると思うんですが、ただこの国って農作物を本当1割も満たないぐらいにしか作物を育ててなくて、全てがインポート輸入物なので、もうここも多分東京と同じぐらいいろんなもので溢れてる、もしかすると東京で見られないものがここで見られる可能性もあるということですね。で事前段階として、まあこんな風に一応あんまり日本で馴染みのないフルーツをピックアップしてみました。ライチですね、ランブーちゃん、ロンガン、でドリアン、でマンゴスチン、マンゴー、ココナッツ、パッションフルーツ、スターフルーツ、そしてジャーボンフルーツですね。で今日自分でじゃあどれぐらい見つけられるかなと思ったら、だいたい全部見つけられました。ただやっぱライチが多分もうちょっとしないと旬じゃないと思うんです、多分6月、そう、時期的に多分ない、今あるのは多分フローズンのものだけだと思うので、オーストラリアにいた時にやっぱりそう6月7月過ぎてからですかね、7月、6、7ぐらいしか食べれないよって言うんで食べてたので、まあないのかなってところで罰にしました。でドリアンこの昨日、今日もドリアンでこの間のドリアン本当に衝撃的で、本当に日本で食べた時は本当にびっくりするぐらい、なんだろう、すごいユニークな匂いと、なんかお腹が膨れるような感じ、そうですね、そう感じで、なんかもう食べ過ぎちゃいけないよみたいなことを言われてて、だけどこっちの人なんかすっごい普通に
そう、シェアしながら、そう、食べてたので、で、トライしたら本当に、なんか、なんか3回食べたら好きになるっていうのがちょっと分かったかなっていう気がしました。で、今回ちょっと時間がなくて、全てのあの、フルーツ食べることができなかったんですが、こんなとこ触れてって、その生徒に実際に見せて自分でこうチェックしていくのも楽しいのかなって、うん、でじゃあ何で、ね、帰ってきた、じゃあ何色してた、うん、どんな形だったって聞いて、でじゃあ今度実際にそれを切ってみよう、食べてみよう、した時にじゃあ中はどうなんだろう、ドラゴンフルーツも割ってみたら真っ赤なものもあるし、あの中の白くてあの種みたいのがどん、あのバタバタバタってあるのがあって、うん、じゃあその種食べれるのかな食べれないのかなっていうのもいやできるのかな、うん、であとここにはないんですが、あのパイナップル、パイナップルも熟すと、パイナップルの種ってこの皮と実の間にできるそうです。へー、はあ、よく見るとあるの、そう、よく見ると、はあ、ギリギリなところに、ね、すごい完熟したあのパイナップルだと見えるそうなんです。はあ、ではただやっぱり日本だとカットされているものが多いので、実際にこう一つを買うっていうのがやっぱり、まあ、あの切るのも大変だし、あの後処理も大変ということ で、なかなかそういう種自体は見れないんで、そんなこともできたらいいのかなって。で、あとバナナもあの日本で売られてるのはみんなもう黄色くなってるもの、うん、で、あの娘がスタンドで立ってて、なんで緑なの、どうして緑って言って、いや最初緑のものは硬くて食べれないけど置いとけば黄色くなるんだよ、あ、そうなんだっていうのがびっくりしたことがあったので、そんなのも比較して、じゃあ1日その緑のものを置いといて、じゃあ1週間か1週間置いといてみようっていうのでも楽しいのかな、じゃあ食べ頃かな、じゃあ最初にもう緑のものを1回ちょっと剥いといて、じゃあどのぐらいかなっていうのを食べてもらって、じゃあ1週間後置いたらどうなるかな、でまたその1週間後置いたら何色になってくるのかなっていうのも面白いのかなと思いました。はい、最後に、自分の気に入ったものの絵を描いてもらって発表させてしたり、うん、でこの間 あの先生に見せてもらった好き、あすごく好き、超好きみたいもう絶対ドリアも出てきたらもうノーっていうのは目に見えてるので、それは絶対入れないで、もう好きなのすごい過酷ドリアで出会うのはなかなか過酷だ、ドリア多分これがドリアで匂いだよって言った時点で多分もう子供はああもうやだやだって言うと思うので、好き、超好き、超好き、で、まあそれの方が楽しいかなって、でその中で食べたものをやっていけば、そこでやっぱり昨日も先生言われてたんですけど、美味しいと思えばやっぱりまた来たい、また食べたい、で日本で手に入らないからじゃあ絶対行きたいっていう風につながっていくと思うんですね。でそれでいいかなと、はい、思いました。であと街路樹なんかも見てるととっても面白くって、で、たまにバナナ、あのこれネットで見たんですけど、バナナの木もあって普通に花が咲いて実がなってる、へー、気づかなかった。そうで、バナナの花は赤い花って、ですっごい探したんですけどやっぱりなくて、バナナの木が見当たらなくて、ああもうちょっと時間が今がいろいろ歩いてて、でもしかしてボタニックガーデン行ったらもしかしたらあったのかななんて思いながら、はい、でそうすればなってるとこう見れるのがいいかなって、やっぱりね、うん、なかなかそう日本だとなってるところって見れないと思うので、で今日はあのあそこのナーサリーであのマンゴーがなってて、はい、それの写真、まだ全然多分熟そう熟して、なくて、ちょっと待ってくださいね、マンゴー育ててたんですか、あれパッションフルーツじゃなくてマンゴーだったんです、うん、マンゴーって言われてます、まだ緑色で、あ、本当だ、結構いっぱいあります、え、うん、こうやってなるんだ、そう、こうやってなるんだって、そう、面白い、いいなぁ、マンゴー庭で育てて食べれるんですね